どうもこんにちは、サイガチャンネル委員長のサイガです。今日もバリバリ20番号よろしくお願いします。出演者、内田先生になりますけども、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これ GoPro、 はい、今日が日付が11月、令和4年の11月の17日木曜日ですね。はい、到着したのはいつだっけ、11とか12とか13とか、14日だ、14日の月曜日にこれ到着したんですけども、ゴープロちゃんね、10、ゴープロ10はあるんですけど、今回ね、ちょっと追加機材としてね、これ、こちらになります。あ、このキャップはね、これ社外品ですね。これ社外品、これ、GoPro 11になりますね。はい、ただ GoPro 11の内容そのままにしたちっちゃいやつです。はい、 GoPro のブラックミニってやつですね。正面のね、カバー、紙で覆ったカバーとかもね、外しちゃってあって、社外品のレンズカバ ー、ガラスのね、カバーもつけてあるんですけども、まだね、このミニの社外品パーツっていうのがまだ全然出てないんで、まあ流用してつけてるような感じですね。で、こいつは特徴としては、まあまず小さいのと、あとは重さも 20g くらい軽いんですかね、GoPro 11と比べて。で、あとは後ろ側にね、これ放熱板があるんですね。これ GoPro 初だと思うんですけど、これ電源入ってると相当熱くなります。なんでここ触った時、あっちって言ってね、触れなくなる感じなんですけど、で、はい、まあ後ろにね、取り付けパーツがあるんで、まあこういう感じでね、つけたりすることもできてっていう感じですけど、相当ね、熱持ちますんで、はい、電源入ってる時とかね、あと充電してる時なんかに触るとめちゃくちゃ熱くなります。はい、だけど、まあ、この放熱板のね、効果はそれなりにあるんじゃないのかなとは思います。で、この GoPro ミニは、何でしょうね、管理画面というかね、後ろのモニターとかはありません。あとフロント側にもモニターはありません。はい、どこでこうね、映像の管理するかという、このトップですね。このトップのところに、これまだ剥がしてないですけど、もう剥がしちゃいますね。トップのところにはこういうね、覗き窓ではなくて、ここ液晶表示になってます。ここで、まあ、若干の表示がね、乗るような形になるんで、細かい設定なんかはここで、というよりは、携帯の方で、これ携帯とリンクするんで、携帯側とつないで、そして携帯側から例えば画素数の変換であったりとか、そうですね、例えば切り替え、タイムラプスにするのか、それか、広角モードにするのかとか、そういったのをこう携帯側から、リンクさせて調整するような形になります。ただ、やっぱりね、熱暴走、 GoPro の宿命ですけども、熱暴走はね、かなり、やはりあるかなと思います。っていうのは、ここよいしょ、正面から見るとね、右側ですけど、右側によいしょ、これバッテリー交換できるのかなと思ったんですけど、バッテリーがね、交換できなかったですね。これバッテリー内蔵式です。こうやって蓋を開けると、充電ポートと、USB-C ですね、それとあとはよいしょ、これマイクロ SD、 はい、ここのこうね、取り出し口、まあ、この2点しかないので、ここからはバッテリー云々は交換できないです。なので長時間使う場合であったりとか、そういう場合にはここの充電ポートに外部バッテリーをつないで、まあ撮影するのかなと、そういう感じですね。なのでおそらく今後社外品でここにね、あらかじめ充電用の穴が開いたこういうカバーもどんどん出てくるのかなと思います。なんで、その辺がね、どう使っていくかという形なのでね。ただこの放熱板がある分だけ、なんて言うんでしょうね、マラソンをしながらとか、自転車の乗りながら、バイクに乗りながら、風が流動するような状態であれば、それなりに熱暴走しないでも済むのかなと、思います。今までのね、 GoPro だとここ開けて
バッテリー抜いて熱暴走している場合にはしばらくするとね、熱に放熱されて使えるようになるんですけど、これがねどの程度この放熱板で変化があるかって、そういうところもね使ってみてどうなのかなってね検証もしてみたいと思います。はい、基本的にはねこの GoPro、どうやって撮れたかのチェックがこうね携帯でしかできないので、場面的にはもうある程度の一定の場所に固定をして、そして、連続して撮っていくような形になるのかなと思います。なんでね私の場合にはヘッドマウント使って、頭のところにねこんな感じでこの辺にこうつけて、撮影したりするんで、それ用にね、まあ、コンパクトなサイズがいいなと思ったんで一応このサイズにしてみました。はい、あとはねどの程度使っていけるかは、まあ、今後のね、動画の方で、YouTube のいろいろ撮影していきますんで、その中でね時折ねコメントに残すと思いますんでね、はい、こんな使い勝手ですよっていうね。当分の間は、GoPro 10があるんで GoPro 10とこの GoPro 11 mini これを併用して2台持ちで、現場で、撮影していきたいと思います。はい、まあ、とりあえず今回はこの GoPro mini を買ってみたっていう紹介動画になりますね。はい、ちなみにここが、リンクボタンですね。電源ボタン、リンクボタン、併用ですね。それと、トップには撮影ボタンがあります。携帯とリンクさせるためには確かここ1回押して、その後撮影ボタンを3回ピッピッピッと押すと確か、リンクが始まると思います。はい、なのでね、使い方ねある程度頭に入れとかないと画面で、なんて言うんでしょうね、インスピレーションでパッパッパッとね、操作できないので、少しね面倒ではありますけどもね、まあ慣れるでしょう。はい、そんなところです。今日は、GoPro 紹介動画、GoPro 11 mini の紹介動画になります。はい、気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。ではバイバイ。